強くて可愛い一騎当選の戦国乙女たちが登場する 3D タッグ格闘アクションゲーム、プレイステーションビータ専用ゲームソフト戦国乙女レジェンドバトル。個性豊かな彼女たちの戦闘スタイルや技の特性を紹介していきます。私に勝てるかしら。今川義元は銃遠距離戦を得意とします。通常技必殺技ともに隙が少ない上に機動力も高く、戦場をかき回すことができます。遠距離攻撃は誘導性が低いもののバリエーションが豊富なため手数でカバーしていくことができます。数種の弾を打ち分ける波状攻撃と時間差攻撃で撹乱できれば、自分のペースで勝負を運ぶことができます。この矢が受け切れるかしら。おいなさい、熱風真空波。よし、張り切っていくよ。豊臣秀吉は近距離を主戦場とします。ちょっとつ猛進気味ですが、迷いがない分威力の高い攻撃を持ちます。ため攻撃も豊富で、さらに大きくダメージを取ることも可能です。またバウンド効果を持つ攻撃が豊富なため、相手キャラクターのスタミナを奪い足を止めることができます。ノーモーションでのためが可能な百貫連撃は近接戦においては強力なプレッシャーとなります。粉砕するよ。あったれー、全勝釣りだ眼撃。小早川秀明は近中距離戦を得意とします。もともとのステータスは低い代わりに、高影解放という自身の性能を一時的に向上させるユニークな技を持ちます。解放中は攻撃の発生や硬直による隙が少なくなり、威力も上昇します。性能が強化された状態では近中距離に対してバランスよく対応できるオールラウンダーとして立ち回ることができ、その状態から繰り出されるコンボの火力は壮絶なものとなります。どうなっても知りませんから、クソのめっちゃ切りです。百花繚乱、個性豊かな魅力を持ったキャラクターたち、自分の好きな戦闘スタイルの乙女を見つけ技を磨き、いざ戦場へ。プレイステーションビータ専用ゲームソフト戦国乙女レジェンドバトル、2016年8月25日発売。